おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーは青ラッキーナンバーは3です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。アルケミアタロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。ワンドの6の逆位置が出ました。理不尽な結果に不満を抱いている。周囲のサポートを受けられず、誰かに足を引っ張られるなど他人から邪魔されることを表します。また、自分に対して劣等感を抱きやすいかもしれません。相手はあなた様に魅力を感じているからこそ、一緒にいてくれるのです。あなた様が取り組む物事の目標が高いほど、結果が出るのに時間がかかります。取り組んでいる物事の結果がなかなか出ないことで、自信を失いつつあるかもしれません。目に見えた結果が出なくても、あなた様は着実に目標へと前進しているはずです。頑張っている自分を認めながら、少しずつ前へ進んでいきましょう。不安が的中したり、裏切りにより足元を救われる恐れを暗示しています。逆風は強く、現状を打開する方法が見えないまま、途方に暮れるかもしれません。目標まであと少しのところに達していながら、見送らざるを得ない状況に陥ることもあります。ここで屈したら元も子もありません。もっとやれたはずなのにと不満を抱きます。賛辞の声にすら苛立ち、素直に喜べません。しかし、あらゆる手段を講じ、現状に立ち向かうことで、ギリギリのところで突破口が開けるでしょう。目に見えた結果が出なくても、あなた様は着実に目標へと前進しています。頑張っている自分を認めてあげながら、少しずつ前へ進んでいきましょう。ワンドの6の逆位置の意味は好かれているという勘違い、消息不明。返事待ち、形だけの昇進、計画の延期、信用して危険な目に遭う、嘘による仲違い。2枚目めくっていきます。カップの騎士の正位置が出ました。理想を達成する喜び。新しいことが始まる気配です。理想としていた場所にたどり着き、夢が叶い、すがすがしい喜びが溢れます。すべての物事が、滞りなく進行します。積極的な態度で挑むことで、不可能と思われたことも可能となるでしょう。まさに今があなた様の心に従って行動を起こす時です。愛情を傾け、丹念に育んできたことが実りを迎え、成功を手にできます。友情や愛情の素晴らしさに気づけたり、思う相手との関係が前進するかもしれません。本気でぶつかれば、相手の心を動かすことができるはずです。胸の内に宿っている愛を大切にしてください。友人であれ、恋人であれ、家族であれ、愛からの行動は、周りをそしてあなた様自身を幸せで包むことでしょう。新しい仕事を始めるには良い時期です。金運が良くなり、良い提案からは十分な収入が望めるでしょう。周囲からの助けもあり、良い提案を受けたりします。あなた様が求める贈り物を受け取ることができます。カップの騎士の正位置の意味は情熱的、ロマンティスト、繊細、愛情関係。人に慕われる、異性からアプローチされる、人脈を活かして成功する、思慮深い対応。
本日の占いは以上になります。少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録・高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。